こんにちは。信州福チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。今日は信州松本の様子をお伝えいたします。今日のドライブ動画は、駒草道路の付近をお届けしたいなと思います。今日お知らせしたいのは、松本医師会のところの交差点なんですけれども、こちら側から行きますと右折レーンができました。そんなね、少々ローカルな情報なんですけれども、その交差点を右折しますと松本城の北側のね、駐車場の方につながっておりますので、観光の方もね、多く通られる道かなと思いまして、今日ご紹介させていただきたいなと思っております。今日はですね、今午前10時ぐらいなんですけれども、車の温度計は31度となっておりますね。とてもいいお天気です。今大手1丁目という信号を通過いたしまして、右斜め前にね、松本医師会のビルがありますけれども、次の交差点はですね、有ヶ崎高校前っていう信号だと思うんですけれどもね。はい、こちらでございます。こちらがですね、右折レーンができました。右折車がね、こう連なってしまうと渋滞してたので、とてもここがね、広くなって良かったなと思っております。今日はちょっとこの交差点をね、まっすぐ行きまして、ここ駒草道路という道路なんですけれども、先ほどの交差点は有ヶ崎高校っていう交差点でしたけれども、ここをまた、左に曲がりますと有ヶ崎高校がありまして、もう少し行った右側にはですね、深志高校という、ね、高校があります。なので、この道はとってもね、学生さんが自転車だったり徒歩だったりして多く通られる道なので、先ほどの、ね、交差点もとても、ね、広くなったし、右折の、ね、レーンができたので、とても安全になったのではないかなと思いまして、よかったなと思っております。次の交差点をですね、左に行きますと、城山公園っていうね、公園があるんですけれども、そちらの方に向かうことになっております。今日もね、まだね、とってもいいお天気なので、そうですね、33とか 4度ぐらいまでね、上がってしまうかもしれませんね。今年の夏はやっぱり暑かったなっていう印象ですけれどもね。こちらはですね、住所的に言いますと松本市有ヶ崎という場所でございます。少しね、坂道がね、きついので、まあ、自転車のね、専用のレーンがあるので、とってもね、いいかなと思うんですけれど、ここから少しね、狭くなってしまうんですけれども、この右手のところに深志高校っていうね、高校がありますね。深志高校は確か今の松本市長さんのガオンさんが出身だったと思いますけれどもね。あと太田和彦さんもそうだったような気がしますけれどもね。はい、次の交差点はですね、左に曲がりますとアルプス公園という公園の方に行くことになります。少しね、前より、まあそうですね、このセブンイレブンも少し前にできたのかな、まあ、もうだいぶ前かな。はい、そしてここをですね、ぐるっとね、右の方にカーブしております。ドラッグストアがあったりね、ファミリーマートや、スキヤさんなんかもね、あるような通りでございます。この辺りから住所は沢村っていう住所になるのかな。そうですね、沢村という住所になります。もうちょっと行きますとね、左側に
デリシアっていうスーパーがあって、昔はねあのアップルランドって言ったり、その前は松田ストアって言ったと思いますけれどもね。松田っていうのはもう松本電鉄で、今はアルピコ交通って言いますね。デリシアっていうね大きいスーパーですね。でここにあの文福っていうラーメン屋さんがあるんですけど、そこも人気のあるラーメン屋さんだと思いますね。で次の信号がみすずっていう信号になるんですけれども、その信号を右に行きますと信州大学の方に行きますね。で今日はですね、吉星文化ホールのあたりまでドライブ動画でお伝えしたいなと思いますね。今ね先日お伝えさせていただきました聖寺小沢松本フェスティバルがね行われておりますのでね、私、8月20日でしたかね、このフェスティバルの歓迎パレードがありまして、伊勢町から、松本城までの間なんですけれども、パレードね吹奏楽のマーチングバンドっていうんでしょうかね、小学生から一般のね大人の方までとてもたくさんの方々で、ニュースによりますと1600人の方が参加されたみたいで、実は第30回なんですけれども私初めて見ることができまして、もう本当に感動しましたね。小学生の子から始まるんですけども、もうなんかこうけなげに一生懸命演奏をしていて、もう本当になんかこう感動してもううるうるしちゃったんですけれども、もしね機会があったらねぜひぜひ見ていただきたいなと思いました、ちょっと交通規制がね入ってしまうので駐車場がね止めにくいかなということもあるんですけれども、とっても上手でしたよ。みんなねお揃いというか白いポロシャツを着て、プリントはねバッグの後ろのプリントはみんなそれぞれの学校で書いてあるみたいなんですけれどもね。いや本当にね、こうやってね音楽に携わっていく子がいるのかななんて思ったら、なんだか本当に胸が熱くなりましたけれどもね。ぜひね動画でご紹介させていただきたいんだけれども、なんかね、著作権っていうかそういうのに引っかかってしまうのかななんて思って、ちょっと確認してみたいなって今思ってますけれどもね。この右手にあるのが吉星文化ホールになりますね。見えているのは総合体育館なんですけれどもね。はい、というわけで今日はですね、駒草道路というね道路のところに右折でできましたよというね、だいぶローカルですけれどもローカルニュースお伝えさせていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございます。